あ、こんにちは、エレマントサイクルです。もうね、暑いのでちょっとテントで今日陰を作ってます。さっきりんちゃんがあのクーラーボックスをプール代わりにして遊んでました。まあ、それぐらいあのすごい何でも使えるクーラーボックスなんで、もし気になる人はあのここでも注文できます。いや、もうあの今日はローサイドの詳細を動画撮ってきます。その前にもうね、 F1 がねもうやばくて、もうこの Q1 コンマ8秒内に18台が入るって、もうすごいレースですね。今回あのリカルドが数年ぶりにねアルファタウリに入ったんですけど、しかも予選の Q1 のねトップがアルファロメオですからね。いやーすごい、もうアルファロメオね噛んだ。僕的にはちょっとね苦戦、全レースからあのマクラーレンを応援します。はい、ということでこれを紹介します。天気がいいので外で紹介します。はい、それでは紹介します。サーリーのローサイドの中古が入荷しました。はい、サイズが M サイズなので身長が170から175ぐらいの人、まあ、正式な身長を言うと M だから165ぐらいから175ぐらいの人が乗れるサイズになります。この色はこのまずこの車体ね、もう多分 SNS で見たことあると思いますけど、あの、ね、岡山のね岡本豆腐店さんがちょっとどうしてもあの売りたいということで今回僕の店であの預かりました。ズバリ販売価格は27万円になります。でこの色がサーリーのストラグラーっていうモデルが出た年のカラーをそのまま一緒の色にペイントしてます。これグランピーペイントです。多分タケちゃんの乗ってたやつで朝食したんじゃないかなと思います。はい、ケーブルが日線ケーブル、ハンドルが、ブルーラグさんのハイハイバーというハンドルです。ヘッドセットがクリスキング、スペーサーもクリスキングです。マットターコイズ、ちょっとタイヤがちょっとひび割れてるかな。これチューブレスかな、これチューブレスですね。ピーティーズのバルブがあるので、でタイヤは26の 3.0 で前後ポールのハブが入ってます。ブレーキこれ僕が上げたやつですね、多分ね、あの BB7 ですね。レバーポールです。もうこれはもうこのまま改造せずにこれまま乗ってもいいですけど、なんかね例えばこれ手に入れて改造したいなっていうとこはもうクランクぐらいですかね。まあ、クランクをホワイトにするぐらいかな。いや、いいですね。クリス・キングのステッカー、ローサイド、グランピー、トムソンのシートポストです。SDG のサドル。フレームもそんなにまあ大きな傷はないので、まあ、こういうところはね、ありますけど、まあ、それ中古なんで、ハブもポールです。で、このハブは、昨日かおといホイールはめるとき思ったんですけど、多分135のハブにスペーサーかまして、148にしてるのかな。ですね。で、桑原のフリーギアの 16T です。前が 32T です。街中のギア比としてはちょうどいいです。センスがいいなと思ったのがね、この結束バンドがパープルっていうのがもうセンスがいいですね。はい、という感じです。一応県外発送可能です。でお支払いは振込、クレジット、楽天ペイ、ペイペイいけます。はい、通販も OK です。もしあの購入希望の方は公式 LINE にお問い合わせください。価格が27万円税込みになります。サイズが M サイズです。あとあとギア付きにもできます。ディレイラーハンガーのこれついてるのでリエメカーつければギア付きにもできます。かっこいいな。ちょっとコレクション用に自分用にちょっと欲しいんですけど、ちょっとそういうわけにいかないんで、もうあの欲しい人はあの早いもん勝ちですのでお問い合わせ待ちしてます。はい、じゃあ終わります。暑い。
構ね便中の会社です。便中感が一切ないけど、なんか隣なんでね、ちょっと便中何本かちょっと分けてもらえば、もし捨てるのがあったら僕飲みますんで。